皆さんこんにちは、森下です。三重県多気町は今日はあいにくの雨でございます。5月の12日、もう田植えは全部終わって、お百姓さんたちは嬉しい雨なんでしょうけど、私たちは悲しい雨でございます。ワンちゃんは散歩に連れて行けないし、もう外へ出てべちゃべちゃにされるとシャンプー大変だし、それから家の中でおしっこうんちしてくれない子になるとチャチャチャと出てチャチャチャと戻らなきゃいけないから、あ、大変です。まあ早く雨上がってほしいんですけど、これだけは天気なことですのでどうしようもありません。今日も一日頑張っていきたいと思います。それでは今日生後に24日目かなの子犬を見てみたいと思います。はい、今日も元気な子犬たちです。よいしょ、大きくなりましたね。毎日撮影してても毎日大きくなってきたのがよくわかります。この黒いこの子が男の子、この子もう金色っぽくなるかもしれないですね。まだこう真っ黒ですけど、色素の濃いいい子になりそうです。こちらの男の子も小さかった子ですけど、もう負けないぐらい大きくなってきてますね。もうほら歩き始めてます。可愛くて可愛くてっていう感じです。よく犬の年齢を人間の年齢と比較されますけども、まあ、動物病院とかそういうところ行くと、ワンちゃんが何歳に対して、人間なら何歳とかありますけど、なかなか難しい問題で、大型犬、中型犬、小型犬によっても違いますし、まあ、犬種によっても一概に、犬の1歳が人間の20歳だとかいうことも言いにくいんじゃないかなと思います。そこで、まあ、私なりに思うんですけども、まあ生まれて半年ぐらいは幼年期なんですが、チベタンスパニエルなどの小型犬の場合、生後1歳で若犬、まあ、人間で言えば青春期っていうようなところじゃないかと思います。そして3歳が青年期、バリバリと活動して、よく動きよく遊びっていうところかなと。で6歳になってくると成熟期、一番いい時ですよね。毛並みとか良くなってきて、本当に人生言いますか、犬生で一番いい時期じゃないかなと。そして9歳になってくると、まあ、中年期、中年、お腹が人間だとポコッと出てきたりとか、ちょっと健康に注意しなきゃいけないかなっていう感じかな。で12歳で前期高齢期、15歳が後期高齢期かな。18歳になればもうこれはもう家宝、家の宝物と言っていいんじゃないかと思うんですが、まあ12歳以上が、まあ、今小型犬の、まあ、健康でいった場合の、平均寿命とされてますけども、まあ、できるだけ長生きして、家宝になってもらいたいもんだなと思う次第であります。まあその前に、まず君たちは離乳をしっかりしてね、頑張らないといけませんね。あと男の子1匹、予約が入っておりますので、あと1匹になりました。この子かな、気になるなっていう方ございましたら、概要欄の
ところからホームページを見て、お気軽にお問い合わせください。また子犬の成長はどんどん動画に上げていきますので、いいなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録いただけるととても励みになって嬉しいです。では今日はそんなところでありがとうございます。失礼いたします。はい、さよなら、バイバイ、また明日。